ちょっと待って、アンディ、もう一回言って、うん、今の。今のもう一回言って。今日な、ボクシングを普通に教えてもらうだけやったら、うん、ちょっとおもんないやん。でさ、この間さ、山本さんふざけてアンリにさ、うん、夜の MMA どうですかみたいな言っとったやんか言っとったな。っていうかもう練習させてください。やりましょう。弱いんだ。ほんまに。俺のパーソナル高いよ。え、ちょっと待って。嘘嘘嘘嘘。普通に企画でやろうやん。はい。どうやん。じゃあ私、体で払っていいですか。体で払って。やめとけ。お釣り出します。じゃあここ試合決定で。試合は。ちなみに夜ですか。あ、夜。じゃあね、あれを佐賀店取って、うん、ガチでホテル行きましょうよっていうハニートラップを仕掛けようと思ってます。結構ガチで言ってたもんな。山本さんめっちゃ言ってたもんな。でもな、やっぱ視聴者の皆さんから見たアンリって、うん、多分大人の色気全くないと思うねんか、うん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 、だから今日はちょっと大人の色気を見せていきたいと思います。出せんのか。私だってできるから。出せんのかって。できるから。はい、始まりました。今日はね、ちょっとマネーの犬で山本さんと今日はアンディの練習をすることになりました。はい、プロボクサー目指していろいろ教えてください。はい、教えます。ね、ブレイキングダウン7もちょっと特別なルールで今日はね、いろいろと、はい、特別なルールでいいですか。いや、まあ、そ、男女揃ったってなればね、MMA とかいろいろあると思うんですけど。ブレイキングダウンに関係ある。いや、一応何があるかわからんから。それ用に一応特別な講師も呼んでまして、ちょっとお願いします。特別すぎる。まあ、MMA って言ったらもう彼しかいないっていう。そんな言ってない。ホソンさんです。ちょっとだけ向けてもらって。あ、弟のヨシ君とヒールルーム対決で、今のリチャンネルさんの方でね、あったんで、さっき茶番ね、茶番をちょっとやらせてもらいまして、最後は見てください。もうね、ひどい試合になりました。なんか汁ついてたよ。誰のせいや。なんだ、汁がついてる。誰のせいや。絶対誰も悪い。で、ちょっと今日はもうメインアンディを、はい、で教えてもらうようでございます。はい、教えます。お願いします。ボクシングですね。はい、ボクシング。キックも教えてほしいです。寝技も。寝技はそうですね。夜の方で。おー。夜の方もちょっと強くなりたいんで。はい。お願いしていいですか。やりましょう。どういうもんなのか、今のレベルをまず知ってもらう。夜夜は最後や。それまでの前期や、前期。じゃあ早速、ちょっと。放送できるよ。放送できるよ。今からピーでお願いします。じゃあちょっと早速、ね、アンリのレベルからまず見ていただいて。はい、はい、お願いします。お願いします。まず、構えた位置ですね。ここまで見てください。体は半身、半身って言って、正面向くんじゃなくて、半身で構える。ケツを出すような感じで、そう結構しんどいですね。あ、しんどいですか。まあ、なんかバランスのいいところで立ってほしいです、ね。はい、こう上下左右も動けるようなバランスのいいところ。そうあー、いいね。そのジャブ戻していくの同時にツー、そう、その時しっかり腰の回転で、この肩、そう上腕、すごいですね。行きます。そうパンパン、おパンパン、そう、いいね。ちょっと待って、もう顔でめっちゃいいよ。ワンツー、チェンスあるな。マジだよ。行きます。おー、青いね、青い。そう、上目遣い、上目遣いやって、アンディ嬉しそうやな。アンディ、上目遣いやって。夜の練習始まってんの。ああ、かわいい。もう一回上目遣いやって。山本さん求めてる。山本さんが上目遣い。ダウン。はい、ボス。ダウン。ボス。そこ。
ポッソンさんのオナニーが始まってる。おいいよいいよ。力を腰に伝えるような感じで体重乗るから。ただ。おお乗った乗った。乗ったね。やった。おお。早く戻す。早く。カードが戻るやん。そうするから触らないように。ああはい。そうそう。はい、マジ。そうそうそう。ちゃんとテロップ頑張ってつけてな。あえていいね。米ターン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 。おお、そうだな。今年の。じゃあちょっとディフェンスの練習しようか。30秒休憩して、ディフェンスの練習しましょう。お、顔きれいし。やった。弟、体は？はい。体もきれい。体きれいです。顔もきれいし、形もきれいし。なんか下ネタに聞こえてるから。だってその格好で言われたら下ネタですよ。姉ちゃんじゃねえけど。姉ちゃんじゃねえかい。あめっちゃ嬉しそう。アンリ、山本さんが羨ましやってんで。いや、間違ってんよ。どこがいい。後ろからこう。いきなす。そう。たまにとっさの反応におっぱい触れるとするやんか。はい、なら、パーンって払うよ。あの、ヨシ君が。たまに触ってくるやん。はい、それを払うみたいなイメージ。わかりますやろ。はい。おっぱい触る。はい、そう。そう。これ、払う。そういう感じ。はい、はい、そう。はい、はい、はい、そう。あ、いいね。はい。あ、いいの。パンチ重ないですか？重たい。顎を打ったら危ないね。打たれた時に。上目遣い。上目遣い。はい。うちは、でいいよ。アンディに、はい、あのミット打ってもらってる時に山本さんに急に抱きつけっていう指示します。いや、力今のでいい。あまり距離測らないでいい。はい、じゃあ今度クリンチしてこられたら今みたいな感じでクリンチしてこられたら体勢入れ替えて。あー、なるほど。もう一回やったんですか？まあいい感じですね。勝てるんちゃうし。見にくい争いにはなってほしくないんで、はい、しっかりねパンチで KO してほしいです。あれだいぶ重いですよね。確かにあれ後から倒れると思いますよ。ブレイキングダウンルールで
実践練習、タカヒロとアンリちゃんが戦います。いいんですか、準備は。こういうのどんな私、女子ですよ、女子。いや、分かってますよ。本ゲームできる。はい、スタート。おうっす。結構長いな。すいません、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。アンリお疲れ。めっちゃ動いたね。いや、うん、今日な、ほんまは朝から急に連絡来て、うちのクソのスタッフから体調が悪くなったので、ちょっとヨシ君カメラ撮ってくださいって急遽言われて、クソのスタッフが。めっちゃクソクソ言うやん。だってクソやで、俺ほんまは山本さんにミット持ってもらって、あ、ヨシ君パンチ重いねとかめっちゃ褒められたかってそれが俺カメラ回さなあかんからできひんくなって、もう完全クソやで。またカットされんねん。めっちゃクソ言うの。いや、ほんまにクソやで、ほんま。黙れクソ野郎。アンリは豚野郎。やばい、何やねん。この見習いスタッフやばいやばいクソなスタッフにやっぱしたって見習いもクソやな。何やねん、何でスタッフにそんな言われたんだね。豚野郎やはぁ。じゃあ、あの豚野郎どうやった。はぁ。でも今日は頑張ったよ、夜の誘惑。人っ端から言っとってんけど、うん、大人の色気を出していこうの回でしょ。そう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 、頑張ったよ。待って、ちょっと確認やねんけど、これを企画として頑張った、それとも結構本心やった。いやいや、企画として頑張った。あ、もう本心で言うたらもうドキドキやん。ワクワクやん。どうしよう、言ってもうな、うーわみたいな。前回ね、あれね、私トークにやられてるから、それを誰かに返したろってずっと思ってたから。なるほどな。ハニートラップをしたかったよな。そう、でも山本さんちょっと照れとったやん。ほんま舞台やろやん、考えが。大人の色気を見ていただけましたか。神々。いや、でもマジで俺浮きてたから分かるけど、やっぱ客観的にやっぱミット見てたらやっぱ重いな。重いかな、うん。まああれやな、学生の時の肩パン勝負が役立ってるな、うん、今になって。ほんまにあの体重合ってるってぐらいの重さやったよな。ほんまに、ほんまにアンリは豚野郎。いやな。誰が豚野郎。わかる、これ今回さ、山本さんに教えてもらったやん、俺へのサンドバッグがこれからどんどん広がっていくから。今までさ、ずっとさ、ヨシに教えてもらったやん、やっぱさ、自分の顔見ながらやるのと、やっぱ男前見ながらやるのとは全然モチベが違いますね。自分の顔と俺の顔が自分ってことです。こうやって男前の人に教えてもらった、成長も早いわ。ほんまにハニートラップやった。本心にトラップしてない。これからまた動画上げるよな、練習風景も。うん、練習いっぱいしていかなあかんからな。だって、まあ今回の目標はブレイキングダウンじゃなくて、アンリはライセンス取ることやから。そうやな、ライセンス取るんすよ。えぐいえぐい。まあ、頑張って、はい、頑張ります。俺7無理やったから。よし。おっす。ほなな。今日も動画楽しかったやろ。あれ言うね。チャンネル登録、高評価、コメント、コメントお願いします。お願い。
ございます。アイドルだよ。コスケ。うるさいよ。